本日も再発シェアを目指す歯科医師秋元正弘先生にお話を伺っていきたいと思います。はい、先生、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日いただいているご質問が、ダイエットしたいのですが、歯の噛み合わせを直したら、体の健康には良い影響が出ますでしょうか、というご質問をいただいております。はい、先生、こちらはいかがでしょうか。はい、そうですね、私の経験上お話しすると、はい、歯が悪い方というのは、非常に痩せているか、太っているか、比較的両極端に分かれるんですね。で、特にこの方はダイエットをしたいということですから、後者のもしかしたら適正体重より、体重が多い方なのかもしれませんので、はい、そういった想定でお話しいたします。はい、まず、消化吸収の面でいうと、食べ物を食べた時に噛み合わせが悪いと、はい、十分に噛み砕いて、唾液と混ぜ合わせて、嚥下するというのが、なかなか難しくなりますので、どうしても消化の面で、消化吸収の面で問題が起きて、はい、必要な栄養素が吸収できないと。でそういった健康上の問題だったりとか、はい、十分に咀嚼することで満腹中枢が刺激されて、もうお腹がいっぱいというふうに感じる働きが起きにくくなりますので、はい、どうしても満腹感を感じにくくなって、たくさん、食べてしまったりというのも、体重増加の一因になると思ってます。はい、で特に、噛み合わせが悪いと咀嚼するのが大変なので、どうしても食べ物の傾向も柔らかいものになりがちなんですよね。はい、ですから、赤身のお肉のよく噛まないと飲み込めないようなお肉ではなくて、霜降りのお肉とか、はい、ハンバーグとか、はい、柔らかいもの、歯が悪くても飲み込めるような、ものになりやすいんですね。はい、でそうすると何が起きるかというと、そういった、歯ごたえが、あまりない、軟食、柔らかい食べ物の場合には、はい、非常に血糖値の上昇も早いので、血糖値が、上がって、そうするとですね、インスリンが過剰に分泌されて、はい、で一気に上がった、血糖値が、一気に低下するんですね。うん、でそうするとまたそこで空腹感を感じて、でまた食べてしまうと。でそこでまたインスリンが出て、血糖値が下がってまた空腹を感じるということで、非常に血糖値の上昇の幅が大きくなりますので、はい、食事のコントロールが非常に難しいんですね。で、かたやよく噛まないと食べれないようなものは、はい、一般的に血糖値の上昇が少ない場合が多いので、はい、血糖値の上下の幅が一定の範囲内で収まるんですね。はい、でそうすると空腹感を感じにくくなって、結果食べる量が減るということにもつながると思います。はい、あとは全身の健康的な面で代表的なところで言うと、はい、先ほど血糖値のお話をしましたが、糖尿病にそういった食事を続けているとなりやすくなって、はい、で全身的な、免疫力が下がって、はい、特に口腔内でいうと歯周病のリスクが非常に高くなるんですね。でそうするとさらにまた歯が悪くなってしまって、さらに噛み合わせが悪くなってでまた、先ほどお話したような傾向がより強くなるという負の連鎖が起きてしまいますから、ダイエットで、ちゃんとしたものが食べられるようにするためにも、しっかり歯を治していただいて、快適な状態で、美味しくお食事を召し上がった方が、はい、最終的には健康にもプラスになるかなと思ってます。はい、かしこまりました。ありがとうございます。本日はダイエットしたいのですが、歯の噛み合わせを治したら、体の健康には良い影響は出ますでしょうか、というご質問を先生に聞いていました。はい、先生、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。